はい、こんにちは、116インズです。さあ、いよいよシーズン開幕目前ということで、今回は毎年恒例となっている今季の順位予想をやっていきます。2020年から始めたこの企画ですが、初めの2年間は低い的中率に終わったものの、昨年は30球団中見事16球団の順位を的中し、3年目にして成長を感じるところでありました。昨年は単に順位を当てるだけでなく、上位と下位をどこまで見極めることができたかを評価する採点方式も採用していたんですが、昨年あれだけ順位当てることができたので、だいぶ自信がつきました。今年はもう純粋に順位を当てたか当てなかったか、これだけでまた評価をしたいなと思います。大丈夫です。やることは一つ、順位を当てるだけ。目指せ30球団的中予想の方を見ていきましょう。はい、まずは AL 東地区。昨年はヤンキース、ブルージェイズ、レイズ、オリオールズ、レッドソックスの並びでした。ヤンキースは特に前半戦の快進撃は凄まじく、歴史的なシーズンを送ったアーロン・ジャッジにも支えられて、シーズン116勝をも上回るんじゃないかというくらいの強さを見せていました。後半戦入ってからの調子の落とし方からして、この地区でぶっちぎりで強いわけではないんだなとは思わされましたが、ジャッジ一人でそれを覆すだけの活躍を見せました。2位のブルージェイズは個人的に優勝予想していたチームで、ロースターのバランスもいいと感じていたんですが、強みであるはずの先発陣がリュヒョン陣の怪我ですとか、ベリオスの不調などで想像以上に苦しんでしまいました。あそこまで先発事情に悩まされるのはちょっと予想外。3位のレイズは投打に故障者が続出し、そこをどうにか運用でカバーしてプレーオフには滑り込んだものの、いくらレイズの選手層でも厳しかったですかね。そして4位がまさかのオリオールズ。シーズン終盤までプレーオフ争いに食い込むなど、昨年最大のサプライズで、特にアドリー・ラッチマンが上がってからチームがガラッと変わりましたし、盤石のブルペンもチームを支えた印象です。最下位はレッドソックス。大型契約を結んだストーリーが機能しなかったり、投手陣が足を引っ張ったりと、年間を通して調子の波が激しかった印象です。さあ、そんな東地区、今年の私の予想はこちらです。優勝ブルージェイズ、2位かヤンキース、レイズ、オリオールズ、レッドソックスと予想します。ということでね、2年連続でブルージェイズを優勝予想としました。まあ、昨年もワイルドカード1枠目を獲得するなど誤算はあったとはいえ、弱かったわけではなく、また個人的にオフの補強が好印象だったのが大きいですね。先発ブルペンにもう1枚頼れる選手が欲しかったところに、バシットとスワンソンが加わり、またスプリンガーがそろそろフルタイムセンターを守るには厳しくなってきているところで、ヘルナンデス、グリエルを放出してバーショ、キアマイヤが加入。スプリンガーの守備負担を減らす体制を構築し、これでもう少し彼が怪我なく稼働できるなら、これ以上に打線にとって大きなこともないでしょう。やはりブルージェイズ打線1番にスプリンガーがいるかいないかでは大違いですからね。的確な補強によって、昨年からさらに勝ち星を上積みできると考えての優勝予想です。2位予想はヤンキース。ジャッジを残留させ、先発にはロドンが加わったりと、決して弱いとは感じておらず、間違いなく90勝以上、プレーオフ進出は期待できそうですし、優勝をブルージェイズとも迷いましたが、とはいえさすがにジャッジが2年続けてウィンザーボリプレイスメント10とか11レベルのシーズンを過ごすとは考えにくく、まあ昨年ほど勝つのは難しいのかなと。投手陣もモンタスを筆頭に早速故障者も出ていますし、耐久面の不安が個人的にはちょっと心配に感じているところです。3位予想はレイズ。結構主力クラスが移籍はしていますが、昨年ほどに故障者が続出するような事態とならなければ、十分に上位進出は見込めるはずです。昨年怪我もあってやや低調な成績に終わったフランコ、今季トミジョン手術から本格復帰を果たすグラスナー、まあ、この2人に関しては怪我の心配はあるんですけれども、投打の中心的存在がしっかり成績を残せれば大きな問題はないでしょうか。4位予想はオリオールズ。まだまだ上位進出を狙えるだけのロースターのデプスはないと感じつつも、ラッチマン、ヘンダーソンといった面々が開幕からプレーし、期待通り躍動すれば昨年同様に面白い存在にはなるのかなと。昨年チームを支えたブルペンが昨年と同様の活躍ができるかも一つポイントとなってきそうです。そして最下位予想はレッドソックス。あまり補強が好みでないという個人的な理由はさておき、打の中心であったボガーツが移籍してしまい、投手陣も特に先発陣がクエスチョンマークだらけな状況ですので、ちょっとシーズンで勝てるチームとしては評価しにくいのかなと。オリオールズと順位が入れ替わる展開はあるかもしれませんが、それ以上上に行くのはなかなか難しいかもしれませんね。はい、続いては中地区見ていきましょう。この地区ではよくクリーブランドに順位予想を破壊されてきた過去があるんですが、昨年もそうなってしまいまして、ガーディアンズのコンタクト能力とスピードを重視した打線が機能、クワンやゴンザレス、ヒメネスらのブレイクにも助けられ、投打が噛み合った後半戦に調子を上げ、地区優勝まで駆け上がりました。決して破壊力はないものの、しぶとくバットに当ててチャンスメイクし、強力な投手陣が少ない失点で抑える硬い野球だった印象です。2位がホワイトソックス。1年間全く勢いに乗れず、主力に怪我人が多かったのもそうですが、ラルーサ監督にも不安が多く、チームとしてのまとまりを欠いた1年でしたね。3位はツインズ。途中までは地区首位を走っていたものの、投手陣がプレーオフに行けるレベルではなく、トレードデッドラインで獲得した新戦力組もあまり機能しなかったのも響いてしまいました。4位はタイガース。特に先発に故障者が続出し、どうにもならなかったことに加え、投手有利の本拠地であることを加味してもあまりに貧打すぎました。
2021年に結果を残した選手たちが軒並みスランプに陥ってしまって、本当に何もかもがうまくいかなかった1年という印象です。最下位がロイヤルズ、もともと再建中ということもありまして上位を狙う感じではなかったものの、ボビー・ウィット・ジュニアやパスカンティーノなど若手野手の活躍は光りましたね。ブレイディ・シンガー以外の若手投手が依然として伸び悩む1年だったのは気がかりですが、チームとして今後に向けて明るい材料はあった年でした。さあ、そんな中地区、今年の私の予想はこちらです。優勝ガーディアンズ、2位かツインズ、ホワイトソックス、ロイヤルズ、タイガースと予想します。上位3チームの差がものすごく大きいわけではなく、どこを優勝予想にするか迷いましたが、強力な投手陣を持ち打線も悪くないガーディアンズが昨年から大きく落ちることはないと考えての優勝予想としました。投手陣は先発ブルペンともに大きな心配はなく、どちらかといえば若い選手も多い打線が昨年と同様のパフォーマンス見せられるかが焦点となってきそうですが、一応ある程度成績を残す前提とすればベルが加わったことで長打力がアップし打線の怖さが増していいなぁと。昨年のガーディアンズ打線はいやらしさはありながらも一発の怖さという点では中軸のラミレスですとかジョシネイラを除けばそこまでなかったので、ベルの加入でその状況も変わりそう。また昨年明確に打線の穴だったキャッチャー陣にはズニーノが加わり、さらにトッププロスペクトのボーネイラーの途中昇格も打線にとって大きなプラスとなるでしょうか。2位予想はツインズ。土壇場で昨年チームで一番活躍したコレアを残留させられたのが今季の展望をだいぶ明るくしまして、またこれ以外の補強も的確だった印象です。昨年稼働面に不安を抱えた先発陣にロペスが加わり、野手陣ではバクストンの負荷を減らしつつ、彼がいない間もしっかりセンターを埋めることができるテイラーを獲得したりですとか、キャッチャーの穴に実績のあるバスケスが入ったり、弱点はしっかり補ってきたのかなと。昨年は後半戦に失速してしまいましたが、今季そういったことがなければ十分ワイルドカード争い以上はできるチームでしょうか。3位予想はホワイトソックス。メンバー自体は豪華なチームですが、耐久面の不安を昨年以上に抱えてしまっているのがマイナスポイントかなと。チームで一番計算できたアブレイユが抜け、先発では昨年途中からローテーションでいい働きを見せていたクエトの枠に膝の不安を抱えるクレビンジャーが加入。ロバートやヒメネスもどこまでフルシーズン期待していいのか微妙なところもあり、結局またチームが噛み合わない展開は残念ながらあり得るかなと思ってしまいます。4位予想はロイヤルズ。上位進出は狙えないでしょうが、若手野手陣がさらに躍進する期待込みと投手陣にベテランが結構加わったことで昨年ほどにひどいことにはならないだろうという予想ですかね。そして最下位タイガースは今季は一歩後退するシーズンかなと思いまして、今怪我している若手先発陣の復帰と若手野手のブレイクまでは辛抱の年になるかなと思っています。はい、そして最後は西地区。昨年もアストロズはやっぱりこの地区で頭一つ抜けた存在で、打線は例年ほどではなかったかもしれませんが、それでも上位打線は相変わらず脅威でしたし、何より投手陣がとにかく素晴らしい。トミー・ジョン手術から復帰した39歳とは思えないピッチングをバーランダーが見せたのもそうですし、これ以外の先発陣もオールスターか何かと思うくらいの豪華なメンバーでしたよね。ブルペンもモンテロの復活ですとかアブレイユのブレイクなど、誰が投げても一世級のピッチャーばかりで隙のないチームでした。2位のマリナーズは前半戦途中までは波に乗れず、一時は借金も10も抱え込んでしまいましたが、フリオやカービィといったトッププロスペクトたちの活躍、トレードデッドラインで加わった新エースカスティーヨの活躍にも助けられて、夏場の14連勝で見事にシーズンを立て直した結果、21年ぶりのプレーオフ進出、ファンとしても最高の1年でした。3位エンゼルスは序盤非常に調子が良かったんですが、14連敗で一気に転落。2021年に引き続きトラウトとレンドンが長期間不在となってしまい、ウォルシュも怪我の影響で不調だったのが響いてしまいました。4位のレンジャーズは途中までは勝率5割狙えそうなぐらいの戦いぶりは見せており、打線もセミエンやシーガーの加入、ローのブレイクでなかなか怖いチームにはなってきましたが、投手陣がさすがにまだ厳しかったですね。最下位アスレチックスはオフの主力一斉放出に加え、夏にはモンタスなども放出し102敗、開幕から分かりやすく再建に突入していましたので、さすがに戦力的にも厳しい1年でした。さあ、そんな西地区、今年の私の予想はこちらです。優勝アストロズ、2位かマリナーズ、エンゼルス、レンジャーズ、アスレチックスと予想します。西地区は全体的にレベルアップした感がありますが、それでもやはりまだまだアストロズが一つ抜けた存在であることに変わりはないでしょう。確かにバーランダーがメッツ移籍し、またアルトゥーベとマカラーズといった面々が開幕間に合わないアクシデントもありましたが、昨年打撃不振に陥ったグリエルの穴にアブレイユが入ったことで打線はより隙がなくなりましたし、投手陣もトッププロスペクトのハンター・ブラウンのブレイクが期待されているところです。よっぽど多くの誤算が起きない限りは今季も地区優勝筆頭候補である構図に変わりはないでしょう。2位予想はマリナーズ。一応昨年開幕時点のチームと比較して、フリオやローリーがブレイクし、昨年途中から加入したカスティーヨやカービィをフルシーズン使える点において、昨年以上のチームではあると思います。
ここにケルニックの待望のブレイクも加われば、より一層チームとして強くなれるポテンシャル自体はあるでしょう。ただ思った以上にオフの補強には積極的ではなく、現段階でアストロズを上回っているかと言われたらそうではないのかなと。ただディポトさんは FA ではなくトレードで進化を発揮するタイプの方ですので、昨年夏にカスティーヨを獲得したように、今年の夏もトレード市場でインパクトある補強を見せれば、元々のチーム力も相まって3年連続のシーズン90勝以上は十分狙えるはずです。3位予想はエンゼルスとしましたが、堅実な補強自体は非常に好印象です。ここ2年間野手の選手層が大きな問題となり、トラウトやレンドンの不在がもろに響く形となっていましたが、ウルシェラ、ドルーリー、レンフローとソリッドなレギュラークラスを獲得し、また先発には昨年ドジャースでブレイクしたアンダーソンが加入。大谷選手が今季限りで退団する可能性がある中、作れる限りでは最高のチームを用意したと思いますので、3位とは予想していますが、主力選手の稼働状況次第ではもっと上、ワイルドカードでのプレーオフ進出をも狙える可能性自体は秘めていると考えています。まあ振れ幅が大きそうなので、現段階ではマリナーズより下に置いた感じですかね。4位レンジャーズは今オフ課題の先発陣を重点的に強化。デグローム、イバルディ、ヒーニーの加入でローテーションは見違えるほど良くなりましたが、一方で気になるのが耐久面ですよね。豪華なメンバーは揃いましたが、果たしてどれほどローテーションが稼働するのか、ここに今季の命運はかかってくるでしょうか。最下位アセチックスはまだまだ再建中、ベテラン選手を何人か加えましたので昨年よりは手強そうですが、地区の中では5番目の状況は変わらないのかなと思っています。ということで AL の順位予想はこんな感じとなりました。近いうちに NL の順位予想も出しますので、そちらもお楽しみに。今回の動画は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。